2022明治安田生命 J1 リーグ第11節、鹿島アントラーズとジュビロ磐田の一戦をお送りします。で今日は最終ラインに三竿が下がります。リーグ戦松村は中盤2試合連続先発、それからアルトゥール会議がスタート、トゥートップは鈴木優真、上田綺世です。前節からメンバー変更なしのジュビロです。試合の中でも前節も途中でシステムタレントを変えました。右ワイドに鈴木優斗、左に小川で、シャドウに松本、大森、前に杉本、控えには大津、ジャーメイン、ファビアン、ゴンザレス、ストライカーが3選手控えています。三竿が逆サイドを見ます。頭で常本戻す、松村こぼれて鈴木優斗、決定機でした。アントラーズいいですね、中央に人をかけているので外のスペースは当然空いてくると。三竿からの長いボール繰り返し鈴木優斗でしたね。はい、根本から樋口、逆サイドを見ます。正面、いやー樋口いいボールでしたね。アルトゥール回帰へ、上から落としてきました。見事アルトゥール回帰、29分先制です。アントラーズ今日ことごとく空中戦でチャンスがありましたけれども、形になりました。そうですね、一番強い選手と3バックの3人がいたところですよね。なんか一番強いと思われてたところで取りましたからね。はい、キックフェイント、中に入って常本行く、戻す、樋口ミドルシュート、相手逆サイドを狙いました。樋口ちょっと伊藤明監督は上田綺世行く、うまく入れ替わった、流し込んで追加点、アントラーズようやく来ましたね。チェックは入るでしょうけども、どうですかね。シーズン6点目になりました上田綺世、自分のサイドは少し副審を見てました。抜け出てからの、タイミングもいいんですけど、ここの体の入れ方が良かったですよね。スペースに上田綺世が走ります。カメル前を向く、うまい、かわす前にフィニッシュまで行きました上田綺世。ですか、パントキックに行ったところでしたけれども、これブロックをしたんですけどダメなんですね。そうですね、ジュビロサイドはちょっと納得がいきませんでしたが、ショートコーナー山本剛が折り返してくる、ヘディングシュート、1点を返します。流し込んでファビアン・ゴンザレス、アントラーズには今隙がありましたよ。早くにスタートされましたので、なんか完全にこう集中しきれてなかったですし、そこからね、全然こう準備ができてないですよね。リスクに出されて、赤眼を完全にかぶっちゃいましたね。はい、早いにスタートしてくるとは思ってなかった感じですね。そういうことですね。上田綺世、
からでプレーしました。いやー、This is the上田綺世じゃないですか。この力です。3対1。これ右足も持ってるのは分かってるんですけど、これ今度左足ですからね。出て、いや、よーっと入れ替わった。一か八かの後ろからのディフェンス、関川足はかけてなかったですけどね。体ごといきましたか。そうですよね。常本が呼んでました。入れ替わる、前に入ってアウトにかけてパスが流れました。ちょっと引きつけて出そうとしたので、はい、いやでもすごい首位キープです、アントラース。まあ、これでセレッソ戦に続いて2試合連続の3得点、はい、3対1勝利です。